ニコライ・ニコライエビチ、ニコライ・ニコライエビチ、1831年7月27日から1891年4月13日は、ロシアの皇族、ロシア大公。皇帝ニコライ一世とその妻アレクサンドラ、フヨードロブナ皇后との間に生まれた第六子、三男。名前及び不詳が、同じ長男ニコライと区別するため、年長を意味するスタルシーをつけて、呼ぶことがある。 軍人として育てられ、1877年に起きた、ロト戦争では、元帥として、ドナウカワモのロシア軍を指揮した。ニコライは1831年7月27日に、チャールス・コエセローで生まれた。両親のニコライ一世とアレクサンドラ・フヨードローブナ、プロイセン王女、シャルロッテは、非常に仲が良く、子供たちにも、愛情を注ぎ高度な教育を施した。 父皇帝は三男のニコライに軍人の道を歩ませる気でいた。生まれた当日には、ニコライは、コノエやリキ兵部隊の名誉隊長に任じられ、また、このエ公兵大隊の所属名簿に名前が載せられていた。ニコライが初めて本格的に従軍した戦争は二十代前半に起きたクリミア戦争であり、1854年のインケルマンの戦いが最初に経験した戦闘だった。 ニコライ大公は軍事技術に並大抵でない関心を持っていた。1856年に彼は軍の技術部門の観察総監となり、さらに1864年にはこの絵軍の司令官に昇進した。1873年には大公は長兄アレクサンドル二世に随行してベルリンで開かれたロシア、オーストリア、ドイツの三帝会談の場に合わせた。 ニコライ大公が軍人として目立ったのは、ロト戦争の時くらいである。大公は戦略家としては無能だと言われていたにもかかわらず、ドナウ方面軍の最高司令官に任じられたのだった。ニコライは戦争初期の優位な状態を全く活かせず、その結果戦争の後半では自分の指揮下にある軍隊が大きな被害を受ける羽目になった。 ロシア軍がルメリアからの撤退を余儀なくされ、プレベン候補戦に失敗して、以後、ニコライは、形式上は最高司令官の地位には止まりつつも、実質的には、軍の指揮権を失った。帰械の軍隊が勝利したおかげで、ニコライは、アドリアノープル占領に成功して、サンステファノ条約締結にこぎつけることができたが、戦争が終わると、アドリアノープルに司令部を置きながらなぜイスタンブールを、 包意しなかったのかと国民の非難を受けた。太公はまた金にだらしなく、晩年には賄賂を受け取ったり公金を横領したことが明るみにたりし、果ては財政的に立ち行かなくなった。アレクサンドルは三帝の軍人としての経歴に白をつけてやろうと考え、ニコライをサンクトペテルブルク軍管区の司令官の地位につけた。その後太公は、元帥、騎兵隊観察総監、 ロシア技術部隊観察総監を歴任した。ニコライは軍隊では重んじられる存在だった。また、ロシア帝国国家評議会の評議員にも名を連ねた。ニコライ大公は背が高く非常に細長い鼻の持ち主で不器量な上に頭も良くなかった。大公は非常な女好きとして有名で、妻以外のすべての女性を愛していると同時代人から揶揄された。彼は、 軍隊生活と狩猟を愛し、また美食家としても有名だった。ニコライはまた牛、犬、馬のブリーダーとして、また魚釣りや狩猟に関しては苦労と裸足だ,だった。サンクトペテルブルクにあった彼のカビな邸宅、ニコライフスキー宮殿、1853年から1861年にかけて改装されたでは、馬に関する話題が尽きなかった。1856年2月6日、 ニコライは、いとこのピョートルオリデンブルクスキー公爵、オルデンブルク公子、ペーターの娘アレクサンドラ・ペトロブナと言いにしまぬ、結婚をした。アレクサンドラは、ニコライの場エカテリーナ・パブロブナ大公女の孫娘で、ニコライの、呪命にあたる公女だった。アレクサンドラ大公妃は地味で、やぼったく、また、夫妻の間には、共通するものもなかった。対抗夫妻には、息子が二人生まれた。 夫婦関係は、次男が生まれる頃には破綻してしまった。大公が、バレリーナのエカチェリーナチスロバを愛人にし、以後長く関係を続けたからである。大公は長くもう一つの、家庭を営み、チスロバとの間に五人の子女を設けた。ニコライは、愛人のチスロバを貴族に取り立て、二人の間に生まれた、子供たちには、ニコライ夫姓を名乗らせた。アレクサンドラ大公妃は、 ニコライの兄のアレクサンドル2世に、ニコライの浮気につて何とかするように訴え出たことがあったが、アレクサンドル2世は逆に、アレクサンドラの魅力のなさを批判した。だがその後、アレクサンドル2世はニコライに節度を持つように悟しても、いる。ニコライ大公は1881年3月に、兄アレクサンドル2世が暗殺された時、二人の息子を連れて、 カンヌに滞在中であり、兄の死を知ると急いで帰国した。ロシアの転移を兄の息子アレクサンドル3世が引き継ぐと、ニコライ大公の権勢は途端に弱まり始めた。アレクサンドル3世は、叔父のニコライに特に好感を持っているわけではなく、叔父の持つ影響力を断固として排除することに努めた。自分が行った軍事費用の不正請求が明るみに出ると、 ニコライ・大公の権威は地に落ちた。大公は釈明の場で軽率にも政府の役人や軍の幹部を非難したため役職を剥奪された。アレクサンドル三世はおじのだらしない女性関係をも非難した。この頃までにニコライ・大公は公然と愛人のチスロバと同居していた。妻のアレクサンドラ大公妃は懸命にも夫の元を去って1881年にキエフに移ったが、 夫の要求する離婚には、癌として、応じようとしなかった。対抗夫妻の二人の息子たちはいずれも母親の味方についたので、親子関係は決裂したが、対抗夫子は、ニコライフスキー宮殿で同居を続けた。チスロバは、自分と子供たちが、日陰の身であることに文句を言い続けていたし、財政状況が立ち行かなくなったため、ニコライフスキー宮殿も抵当に入った。 1882年、ニコライ大公は破産した。彼は政府の監督下に置かれ、つましい家に移されて生活することになった。離婚することもできないニコライは、妻より長生きして愛人のチスロバと結婚してやることだけを望んでいたが、皮肉にもチスロバはニコライに先立って1889年にクリミアで休止し、一方で妻のアレクサンドラはニコライよりも9年。 長生きしたため、望みは叶わなかった。シスロバが死んで間もなく、ニコライは精神を病んだ。咽頭癌が,が脳に転移したのである。ニコライは、錯覚に悩まされ、すべての女性が自分を愛していると感じるようになった。バレエの感激中、ニコライ対抗はある若い男性のダンサーが、自分の女を奪う気と思い込み、そのダンサーに飛びかかったこともあった。1890年、 ニコライ・大公は精神異常と診断されて、クリミアで監禁生活を送ることになった。大公は1891年の4月、クリミアのアルプカで死んだ。提出での大公の評判は悪かったため、彼の死はさほど痛まれなかった。大公は膨大な財産を使い果たし、その莫大な借金を帳消しにするために、ニコライフスキー宮殿はすぐに売却された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。